ました。あとすいません細かいことなんですが、3月21日の時点で、対応を協議した際に、まあ、この文書がもしかしたらその県民局長の可能性があるという意見があったとのことですが、それがなんかどういったことに基づいてとか、まあ、最終的にそうであったわけですけども、その時点でその名前が挙がった経緯についてはいかがでしょうか。そうですね、私が記憶しているのは、その時、まあ、片山副知事はじめ幹部職員から2点ありまして、1点目がやはりその令和6年の2月に県民局長メッセージという形で県政の在り方を、まあ、疑問視するというような内容が書かれてましたということです。もう1点が文書の内容から県の人事に精通している方が作成されたと推測されるということでした。まあ、例えばそれまでの人事のルール無視でトントン拍子に昇進とかですね、まあ、あとはさまざまな観点から人事のやはりこう精通される方がやったんではないかということから、元西播磨県民局長さんがもしかしたらその文書を作成した可能性がある高いんじゃないかというふうにその時説明を受けました。